ちょっと待って、史上最多人数の、はい、久しぶりのスタジオ36チャンネル、はい、超豪華メンバーですよ、いただいてます。今日は津軽三味線全国大会直前スペシャルということで、歴代チャンピオンの人たちに来ていただいて、素晴らしい、まあわりかし声かければ来てくれそうなチャンピオンチャンピオンの中でも、それ以外で結構事務所投資とかっていうチャンピオンもいるからね、やめなさい、ちょっとわりかし来れるから、来ていただいたんですよ、来ていただいたんです、ありがとうございます。椿正則さん、そして矢吹和幸さん、成田成チャンピオン、ゼロ年のチャンピオンです、はい、そして少年の部のチャンピオンも今日は来ていただきます小学生の部のチャンピオン、中学生の部も取ってますから、おお、今立ってんのかな、立ってますか、立ってるぞということでもう大丈夫です、もう大丈夫です、立って言われたあんちゃんと同じぐらいそれだけしかしょ、山下です足が掃除ギャグが飛び出しましたけど、すがるギャグですね、もうコンデリギャグで、じゃあ早速、もう今年が18回目の18回目ですね、大会になります、はい、第7回目ですね、はい、はい、もう11年も前じゃないですか、11年前です、11年緊張してきたなだいぶ大会変わってきましたか、見た感じ、ね、様子もね、どうです、今の大会どうですか、今の全国大会緊張してる、緊張しますよ、今ですか、はい、今もう、うん、若い方が一生懸命頑張っていいことだと思いますめっちゃおじさん目線もう師匠の目線だから、ね、はい、天才児と称されて、うん、高校生の時に優勝しましたからね、はい、熊本出身で、はい、はい、なんか優勝した時のなんか覚えてることとかありますか、僕の思い出は前の日に皮が破れた、裏の皮が、はい、で無理だと思ってとりあえず天台先生に電話したら、僕の師匠なんですけど、うん、電話したら、じゃあ一晩で張り替えてもらうように先生に言っとくって言ってやってもらって、一晩でやったんですか、一晩でやってもらったんですよ、はい、そういう、それ結構すごい、それすごいエピソードなんですよ、そうなんですよ、でも自分の三味線でやることできたんですね、なんとかやりました、なるほど、はい、ね、いい話でした。さあ、それでは掘り出したんで、その辺りで大事に持ってます、僕は実はですね、あの三味線、ずっと愛用してる三味線が前日にですね、うん、裏の皮が破けて一緒にエピソード一緒じゃあそのエピソードちょうだい、だから編集で俺のエピソード見たくなるからエピソード泥棒はやめてください、師匠に電話したらですね、1日で三味線張り替えてくれたんで、いただいたぜこのエピソード黒い石よされ節、おお、出てきますね、はい、どうですか、大会ですもんね、去年俺はまず大会の日もずっとロビーがもうずっと三味線の音ばっかりじゃないですか、はいはいはい、大会あるある、そうだからもうちょっと冷静になろうと思って1階の喫茶店行ったんですよ、そこに津軽民謡とか普通にあったんですよ、津軽民謡のレコードとかなんか民謡のレコードとかで、それを聞いてこれ聞けますかって言ったら聞かせてくれて、なんかそれ聞いたらなんかすげえなんかこう気分がねなんかこう落ち着いちゃって、でもうロビーにいるよりそこの喫茶店にいる時間の方が超長くて、あ、これじゃあさ、ちょ次出る人これちょっとだったら、うん、心落ち着かせに下の喫茶店に行けと、山下くんは何かあります、大会の優勝なんですか、なんでもう一回聞くなかったことにしないの、練習でデジャブすぎるわ黒いし寄せる節これもいただきました、今のギャグ面白いですね、リンゴ節これはちょっと切っときますね、はい、チャンピオンが教える優勝の秘訣、もうやっぱりこれチャンピオンになるためにはですね、こういうところのポイントを抑えると優勝できるんじゃないかというのを、ね、まあ、難しいと思うんですけど、なんかあればやっぱり2分半に収めることですね。ああ、まずルールに忠実にね。うん、なるほど。はいはいはい。大事です、大事です。なんとかじゃない。大事です、大事です。そう、やっぱあれ、これがもう原点ですから、ライトが出ればね。なるほど。2分半に
なるとライトがつくんですよね。客席もなんかあーってなっちゃうんですね。つくなりすぎると失格なんですか。いや失格じゃないんだけど減点対象ですね。なるほど。でも銀ちゃんの時ってなりましたよね。なったのに優勝したんだよね。あ、そうですね。俺もなったんだけどね。優勝して変わったこと。あー、変わったこと。これね、あの優勝するとこんだけ変わるよっていうのをですね、うん、やると見てる人たちを、うん、あ、スタート練習頑張ろうと、はいはい、優勝したいのってあると思うんですよ。優勝して変わったこと。あー、自分で言うのもあれですけど、いや、いいですよ、いいですよ、そういうキャラじゃないですか。いやいやいや表向きはね、そういうキャラじゃないんですよね。内側がね、そういうキャラなんですよね。優勝すると何か、ね、自分で言うのもないんですけど、ちょっと幅が広がるんじゃないかな、こう音楽的に、三味線。なるほど、はい、収入の方は変わってます。収入はですね、まあその優勝した年からちょっとやっぱり1年はやっぱり時の人ですからね。ああ、それなりにね。あの写真ある写真ある今のあのじゃあノリさんのあの一番良かった時のね。これですね、これがノリさんが一番良かった時。でもこれちょっとあれですね。お母さんそっくりじゃない。優勝大予想。誰が優勝するか難しいですよね、これは、はい、ちなみに前回の優勝した人はもう出れませんので、はい、前回の準優勝の人は準優勝の方はですね、はい、藤井霊源さんです。霊源さん、はいはいはい、ね、あの漢字が難しいですよね。そうですね、はい、サインは菅井真由さん。あー、宮城のね。はい、そうです。はいはいはい、よね、すごく。4位は白藤ひかりさん。あー、名前がね、ひらがなの人ね。そんな風に特徴挙げてくるんですよ。いいよ、5位は5位は矢吹和人さんと弟さん。おー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 、はい、人くん、あるあるな、トップ5の中で誰が優勝者。弟だからね。お弟に優勝してほしいですけどね。あー、兄弟愛、これですよ、兄弟愛っていうのは。なるほど、はい、ちょっとあまりにもあれだと暴れる君かなと思った。最近暴れる君めっちゃ言われますよね。暴れる君か、あの田中哲司さん。あー、仲間由紀恵の旦那さん。そう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 。すげえ似てるって言われるんですよ。あ、暴れない暴れる君。暴れない君。いろいろいますよ、準優勝続いてる本田康平君。そうだ、うん、あー、本田くんね。あとは柴田くんの妹さん、はい、もうね、候補の一人ですよ。去年勝利もで、だいぶ勝利入んなくなったあの橋本博樹さんという方。ああそれも P、それも P 入れときますか。あの民謡のツバの方ですよね。翼の方。翼同じ会の人でも結構いるんじゃないですか。豊木先生の会の人です。あ、いますね、結構ね。エイトクとかね。あ、神山。神山。神山。兄弟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 。あ、そうだ。熊本チームは。熊本チームは僕はやっぱ本田康平推しに優勝していただきたい。はい。そろそろ。コンビ愛ですね。コンビ愛ですね、本当に。どうしたどうした。壊れた。まあ山崎くんすごくいい意見を。だから山崎。似合いましたなよ。ということでぜひ優勝目指して頑張っていただきたいと思います。はい、ということで今日はですね、模範演奏じゃないですけど、まあ、これだけチャンピオンいますので。なんと、まあ、ぜひ皆さんに もう聞かせたいでしょ。こういう風に三味線弾けば優勝できるんだぞっていうのを見せたいでしょ。先輩たちとして、でしょ。いやいや、やめてください、もう見せたいよね。やりたい、ほら。俺もやりたいもん。俺もやりたい、やりたい。俺もやりたい。こういう風に弾けばね、優勝するんだよと、はいはい、まあまあ、もしくはですね、まあ君たちと僕らはここが違うんだっていうのをですね、まあ皆さんやりたいという熱望してますんで、みんなが後輩のことを思ってね、やっぱり、ね、やりたいっていう人たちが今日来てるの。暑いな、暑い、津軽三味線か。暑いな、暑いわ。やりたいですから、じゃあここはやりたいでしょ、みんなやりたいでしょ、さっき言ったやりたいですよね、うん、
じゃあやりたいでしょ。模範にならない、模範にならない。見てもらいたいでしょ。やってもらいたいでしょ。やってもらいたい。じゃあ、で、自分も弾いて、見てもらいたいでしょ。審査してもらいたいでしょ。はい、あ、絡めますか。絡まりますから。じゃあ、もうでも、ね、時間が尺があるんで、じゃんけんに勝った人だけが、勝った人、勝った人だけができる。1分半ぐらいかな。おたくらも入る。もちろん、お前がだ。3人じゃねえぞ。勝った人たちだけが、勝った人だけができる。演奏できる。やりたいな。聞かせたいな。本当に夢の曲です。一応やる。一応やる。三味線弾け、三味線。いやいやいや。ちょっとは見守ります。見守ります。はい、見守る。じゃあ審査、審査しててね。最初はグー、じゃんけんぽい。うわー、やばいよ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 、やりたかった、やりたかったよ、行きたかった、うわちょっとやばいですよ、やばい、やばい、やばい、津軽から逃げし、どっちも、どっちもね、聞きたいわ、津軽聞きたい、やばい、やばい、マジでよかった、いいですか、行きますよ、最初はグー、じゃんけん、ほい、おどかしい、いやー、熱い、最初はグー、じゃんけん、ほい、勝ちまーす、イエーイ、イエーイ、イエーイ、お前らに本物の津軽三味線を見せてやる、これが津軽三味線だ、優勝したいんだろ。出場選手の皆さん、僕の三味線、僕のバチ付けを真似して頑張ってください、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 はい、はい、7代目、全国大会直前スペシャル、はい、はい、というわけで今日はこちらのチャンピオンの皆さんに来ていただきました。ありがとうございました。皆さん頑張ってください。頑張って。